モロゴロとは、タンザニア南東部のモロゴロ州の州都である。2002年に実施されたタンザニアによる国勢調査によると、郊外を含む都市圏全体の人口は20万6868人だった。ウルグル山地を背景にしたモロゴロ中心市街地。モロゴロは、ウルグル山地の麓に形成された都市である。モロゴロ州全体で見ると、モロゴロは、 州の北端部に位置する。交通の要衝であり、インド溶岩のダルエスサラームから西へ伸びる、鉄道路線の中央線が通っており、モロゴロから西へ向かうと、広さを経由して、タンザニアの首都のドドマなどへ行ける。なお、モロゴロ駅は中央線における、主要駅の一つに数えられている。現地時間である東アフリカ時間の二千十九年八月十日の朝に、 横転した燃料輸送中のタンクローリーが爆発した。警察による公式発表によれば75人が死亡し少なくとも55人が負傷した。これほどまでに死者数が増えた理由の一つは横転したタンクローリーから漏出した燃料を窃盗していたものが爆発に巻き込まれたためであった。なお、この手の事故としては 2019年8月12日の時点で、タンザニア史上最悪の被害であった。レールウェイズネットワーク。タンザニアレールウェイズリミテッド。2016年3月7日。閲覧。AB。デストールクライムズ275イン。タンザニアフュエルタンカーブラスト。シティズン .co.za。2019年8月12日。閲覧。デストールフロムタンザニア。 S エスフュエルタンカーエクスプロージョンライジズ275オフィシア。2019年8月12日閲覧。ありがとうございます。